じゃん。で、中にまた何かいる。
ジで。あ、本当だ。あれ彼女。子供？でもすごい。男様って。クリスタルゴールドの演奏をいただいております、ちょうどですね、日も暮れてまいりまして、大船駅の上空には今満月に近いお月様がですねゆっくりと昇ってきているところです。大船観音の正面、皆様の背中の方ですね、ちょうどお月様に昇ってまいりました。静かな夜はどんどん更けているわけでございますけれども、今日この会場に広げている炎は平和の火でございます。広島に投下されました、広島原爆の残り火を平和の火として広げているわけでございます。今日は神奈川県原爆被災者の会、鎌倉原爆被災者の会、代表イチョウの会代表の高野さんはじめ4名の方にお越しいただいてございますので、そこで一言ずつご挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。ダメじゃん。皆様こんばんは。こんばんは。なんとよくいらしてくださいました。ありがとうございます。被爆のお話になりますけれどもね、68年前戦争が終わるちょっと前に原爆が広島と長崎に落ちましたよね。その時のお話をちょっとさせていただきます。今お子様たちが表にいらっしゃるようですから、ちょうどいいかと思いますのでね、私もちょうど原爆が落ちました時、長崎で被爆したんですけど13歳でした。でね、もうその頃は戦争4年目の戦争で、戦争が始まって4年目でしたので、もうみんな大変でした。戦争は南方の方からどんどん本土の方に近寄ってきましてね、それで私たちもお勉強がやりにくくなりましてね、女学校の1年生の時には半分は学校でお勉強して、半分は工場の部品が来たものを磨いたりなんかしてたんですけども、昭和20年になりましたらね、もうお勉強はほとんどできませんでした。それでちょうど私どもが行ってた女学校の近くに三菱兵器の工場がありましたので、ね、そこにもう行って、お手伝いすることになったんですけどもね、まあそして今日私13歳っていうとまた子供ですからね、何もできなかったんですけども、上級生が3年、4年、5年って言いましたけど、そのお姉さん方の後ろについてね、出来上がった部品が工場ではいろんな飛行機やなんかに。